ただいまの時間、5時47分、早朝です、まだ暗いです。前々回ぐらいですか、延期で、できなかった、ツーリングですね、今日は、こんな早い時間から、ツーリングに出かけます。今回ですね、行く、ツーリングの場所ですね、一応熊本県になるんですけれども、天草市の方に、今日は、行くように計画しています。さすがにですね、ちょっとやっぱ寒かったんで、日中どうなるか分かんないんですけど、もう秋冬のですね、ジャケットを今回はもうちょっと着てきました。やっぱ冬用のジャケットだけあって全然寒くはないんですが、日中ですね、どれぐらい気温が上がるか次第で、逆に日中地獄にならないことを祈ってるんですが、もうヒロさん来てるかな。そいこうギュッギュッてしてもダメ、ギュッギュッてダメよね。はあ、さすがに一人で話しとってもさ、なんもなんか話しても帰ってこんけんさ、なんかずっと独り言ば言いよる感じや。あごひもバドメントランやった。島原半島ですね、今千々和町の方を、通ってます。これからですね、大門温泉の方を通って、口の津港の方に、向かうようにしてるんですけれども、ちょっと出発時間がですね、ちょっと遅れて、予定では8時のフェリーに、乗る予定にしてたんですけれども、もうちょっと今からだともうちょっと8時にも間に合わないんで、1本遅らせてですね、一応9時の、フェリーに、乗れるように、今向かってます。出発が遅れた理由なんですけれども、まさかのですね、今回もヒロさんと一緒に行ってるんですが、インカムがですね、とうとう片方ぶっ壊れました。私の声は、ヒロさんの方に鮮明に、聞こえてるみたいなんですけれども、ヒロさんの声がですね、もう私の方は全く聞こえないと。で、スピーカーかマイクか、ペアリングかって形で、初めにスピーカーを疑って、スピーカーですね、交換してみたりとかでやったんですけど、それでもダメだということで、でさっきですね、ちょっと休憩したんで、それでですね、再ペアリング、をちょっと試みたんですけれども、それでも
ダメだったってことで、もう間違いなく多分ヒロさんのマイクが死んでるんじゃないかなってことで、今回ですね、ヒロさんと話しながらの、ちょっとツーリングができなくなっちゃいました。その代わりですね、私の声はヒロさんの方には聞こえてるみたいなんで、まあ、何かあったらパッシングで返事をしてもらうという形になります。わあ、眩しい。どうする？とりあえず入ってみる？はい、どうぞ。はい、よいしょ。大丈夫やろそのままなんか囲ってはみ寄っただけやったね。うん、ああ、おい、おニュートラルに入れて